でいきましょう。ちょっと元気を落としていただいても大丈夫ですか。明日からサービスするブランド戦略、営業の新発想で安売りしないに挑戦ということで、第1回の授業をやっていきたいと思います。まあ、いつもながらこの言葉で始めますけど、ちょっと本当にお招きありがとうございました。そして渡辺さん、阿部さん、佐藤さん、まあ、本当にですね、日々僕の窓口となってですね、いろんな仕事を共にしてくださってます。本当にありがとうございます。そして、お集まりいただいた学生のですね、皆様、そして、いつもね、応じてくださるメディアの各社の皆様、そして、もともと朝日町と僕の縁を伝えてくれたのは日経 BB というですね、会社です。日経 BB 社の皆さん、まあ、誰もいないですけどね、いつもながらこの感謝の言葉で始めていきたいと思います。朝日町ブランド大学なんですけど、これはお店、会社、町、個人のブランド化に関して学ぶ定例の勉強会で、月に、2講義やっていきたいというふうに思っています。で、当然、町外とか県外の方、これ大歓迎でありまして、もちろん無料であります。で、お友達もぜひですね、お誘いの上、次回もですね、参加していただきたいなと思うんですけど、どうでしょう、朝日町以外の方って今日どれぐらいいらっしゃるんですか。ああ、いいですね、嬉しいですね、ありがとうございます、ありがとうございます。ちなみに県外の方っていらっしゃいますか。今日県外の方ですね、ありがとうございます。で、講師はですね、全員ボランティアです。全国からですね、次回とか北海道とか福岡から教えに来てくださる方もいらっしゃるんですけど、みんなボランティアで、遊び町のためにということで来てくださってます。で、これ明日から試せるが一つのポイント軸になっています。なんで全ての講義、通ずるものはですね、明日からすぐに試せる何かが入っていると。なんでぜひ本当に明日から試していただきたいなと思います。で、前半はですね、40分講義です。で、一旦ブレイクを10分取って、後半はディスカッションの場にしていきたいと思っていますので、皆さん多分喋る機会がたくさんあると思いますので、そういうような大学の構成だというふうに思ってください。で、当然写真撮影も OK です。そしてこの資料も全部お渡ししますので、また町の方にご連絡いただけたらですね、パワーポイントの状態、もしくは PDF の状態で皆さんにメール差し上げますので、もし仮にノートが取れなくてもですね、どうかご安心ください。そして全員に学生証をお配りしています。で、今日は人数多いんであらかじめハンコを押してありますけど、次回からもぜひそれ持ってきてください。入り口でハンコを押すようにします。ぜひ解禁証を目指していただきたいなと思っています。では始めていきたいなと思うんですが、僕は4月の15日にもここでキックオフの講演会というのをさせていただきました。で、その中にビジネスに必要な3つの力というお話をさせていただきました。それは一体何かというと、売り物を作る力、そして売り物を売る力、そして管理する力。ビジネスというのはたったこの3つの力だけで成り立っている。もうちょっと専門的に言うと、売り物を作る力というのは商品開発力、売り物を売る力というのは伝達力だったりマーケティング力、で、管理する力っていうのは、マネジメント力とかスタッフのモチベーション管理とか、そういうことですよね。キックオフの講演会の時には、それぞれ皆さんの会社が、それぞれの力10点満点だとしたら、何点自分の会社に上げられますかということをやりました。そしてその3つの数を、ぜひ掛け算でかけてみてください。それが皆さんの会社の経営力ですよ、っていうお話をしました。また、会社経営と関係ない方には、朝日町が今状態として、どれぐらい売り物を作る力あるのか、売り物を売る力なのか、管理する力なのか、町単位で考えてみてくださいっていうお話をしました。で、この3つを全て研ぎ澄ませていく作業がブランド戦略でありますという話をしました。どうしてもブランド戦略っていうと、デザイン力とか、印刷物をきれいにするとかね、そういう発想になりがちなんですけど、違います。この3つを研ぎ澄ませていくことがブランド戦略です。では、なんで今日この講義、一番最初の講義をですね、ネギ目からわざわざ僕は始めることになったかというとですね、これ多少かぶる部分あるんですね。例えば売り物を作る力っていうと、もちろん店構えなんかもこれ入ると思います。でも店構えっていうのは実は売り物を売る力、どう見せていくかですからね、こうかぶる部分だったりとかします。で、管理する力ってこれお金の管理も入ってますんで、当然売る力とかもかぶってたりはするんですね。実はこの頂点、この真ん中にあるものが実は値決めだったりとか、お金に関することだったんです。どうしてもやっぱりお金のこととか値決めのこととか課金の的なことって避けがちです。でもあえて僕は一番最初にこの授業を持ってきたのはですね、ここから逃げてはいけないからです。値決めこそ商売っていう言葉があります。そうなんです。
値付けに関して考えることっていうのはこれ経営そのものについて考えることです。町単位でも大事です。町として高価格帯でいくのか、それとも安いものをよりいっぱい売っていくのか、それを考えるというのはこの町の運営そのものに関わってくるというふうに思います。なぜかというとこの値決めの中には社員や家族の幸せ、協力会社への支払い、地域業界の未来再投資しますからね、もしくは次世代の育成とか貢献、こういうものが全部入ってるわけです。せっかく好きなことで独立起業しても利益がなかったら皆さんはその商売を続けていくことができません。なんで利益というのはこれ人間が生きる上の酸素と似たようなものがあります。大事なことはむやみに安売りしないことです。そして価格を下げずに価値を上げるという発想をやはり商売人として持っていくことがとても大事です。この努力をしないと永遠に経営力はアップしません。この工夫ができないと永遠に皆さんの社員のスタッフ力は上がっていきません。いや他にももっと安く売っていこうよ、安くして全部売りさばいちゃうよ、そんなの僕の目っこだってアイデアとして思いつきます。それ簡単な価値の上げ方です。いやそうじゃない、隣の会社よりも高くしてもそれでも喜んでもらえるためには一体どうすればいいんだろうね、このことを会議室で話すことが経営としてはとっても重要なんですね。価値を上げるって一体どういうことなのか、価格以上に喜んでいただくことです。価格以上に感動していただくことです。価格以上に笑っていただくことです。売ってるのにこっちが売ってお金払ってるのにお客さんの方にありがたいねって言われることです。つまりどういうことか、ニトリと同じですね、お値段以上ってことですね。そういう状態を作っていくことは価値を上げるということです。今日はこれについてぜひ皆さんと一緒に考えていきたいなというふうに思います。今日だいたい A ブロック B ブロック分かれてますけど扇形になってますんでね、列でお話しすると大変なことになります。まあ、前の列だったらですね、このグループでお話しすることができると思います。ぜひ皆さん仲間外れがですね出ないようにしていただきたいんですけど、だいたい 4,5 人ぐらいで最近の買い物で価格以上に喜んだこと、感動したこと、笑ったこと、ありがたいと思ったこと何かありますかって聞きたいんですけど、まあ、これいきなり質問としては難しいんでこうしましょう。過去の買い物で何か皆さん大きな失敗ってありましたか？もしくは皆さんの独自の買い物のルールって何かありますか？例えばお腹減ってる時はスーパーに行かない、チョコレートを1個食べてからスーパーに行く、これも皆さんの買い物のルールですよね。そんなような皆さんいろんな失敗を重ねて買い物のルールって何かしらあるはずですので、ぜひ皆さん今日はですね、隣の方はご存知なかったらこの機会に名刺交換なんかもねしていただいたら最高だと思います。ちょっと 3,4 分時間を取っていきたいと思いますので、皆さんの買い物のルール、もしくは過去の大きな買い物の失敗、ぜひ学友にですね教えてあげていただきたいです。ちょっと 3,4 分でやっていきましょう。皆さんの買い物のルールを教えてあげてください。どうぞ。今日は値切れの新発想で安売りしないに挑戦するというふうにですね書いてありますので、ぜひですね世界の会社がどういう新しい価格の付け方をしているかっていうのをですね、いつか皆さんいろんな業種業態の方いらっしゃると思いますけど、ヒントになったらいいなと思ってですね事例としていろいろ持ってきてますんで、ちょっと一緒に見ていきましょう。小さな会社の問題点って僕もコンサルタントとしてやっていてですね、一つあるのはやっぱりシーズンによってですねお客さんがすごく多いところとそうじゃない時があって、なんとか1年間通じてフラットにしたいんだけどなかなかそうはならないって、これ結構どこの業種業態でもですね一つ問題点があるんじゃないかなと思ってます。それをですね最近克服した東京にあるですね素晴らしいシンガポール料理のレストランがあるんですね。それちょっと皆さんにお見せしたいなと思います。売上のばらつきをなくしたい、客足のばらつきをなくしたい、ならばぜひ皆さんこれ参考にしてみてください。ここ東京品川駅高輪口の前にカニの看板が皆さん見たことあるかもしれませんけどあるあのレストランなんですよ。ここはですね入り口入るとまずこれぐらいの蛇腹のカードを渡されるんです。それ一体何かというと、それがですね、実は価格表になっているんですね。ごめんなさい。これはカレンダーになってまして、よく旅行会社とかっていつ出発したらいくらぐらいなのか、この時期出発するとちょっと値段高いよとか言って、こうやってカレンダーが色分けされてますよね。A とか B とか C とか。
あれと全く同じことをここはレストランとしてやってるんです。旅行会社のようにこのように値付けしていると。なんでこの時期来たらちょっと値段高いと、この時期来たら安いと、つまり自分たちがあんまり客足が伸びないところをわざと安くしてる。まあ、そうすると何かしら宴会とかをやろうとしてたグループが例えばあったとしてもですね、安いから金曜日じゃなくて木曜日にやろうよ、まあ、そういうことによってばらつきをなくすというこれ一つのスタイルですね。非常に面白いです。でポイントはキャンペーンこの時期来週安くしますよ、再来週安くしますよじゃなくて年間です。もう年間通じてこの時期はこれぐらいの値段だからということを示しているのが非常に面白い値付けの仕方だなというふうに思っています。これもちろんフィットする業種業態で、フィットしない業種業態あると思いますけど、一つばらつきが問題だとしたらぜひ皆さんこれ参考にしてみてください。まあ、他にも銀座とかね、大阪梅田にもあったりとかしますので、ぜひ皆さん、これ資料差し上げますんでね、ぜひ次の出張の時にですね、試してみてください。このヒントの生かし方は一体何かというと、単純にセールとかバーゲンとかそういう話じゃなく、客足のばらつきをなくすためにお得感をかなり下げてカレンダーで示していきましょうということなんで、ぜひ皆さんこれ参考にできたらちょっと参考にしてみてください。もう一つ、これ世界の新しい価格の付け方です。皆さん売ってるものあれやこれいろいろあると思いますけど、梱包、そのパッケージをなんとなくオーガニック風にしていくっていう手法が最近非常に流行ってます。オーガニック風というのはいわゆる自然派とかナチュラル感とか、そういうものですね。そういうことが感じられるようにパッケージをしていくというのが一つこれ新しい価格の付け方なんですね。世界全体はそれが自然派のものであろうがなかろうが、デザイン上はみんな自然派の方に向かっていってます。これこの間僕がヨーロッパで見つけたヨーグルトです。何にも書いてない、ただシンプルにこういう風になっているだけです。非常に自然感がありますよね。非常にオーガニック感があります。他にもちょっとした飲み物、レモネードなんかもデザインは非常にシンプルで、やっぱりオーガニック感、自然感があります。他にもこれフロアとかをきれいにする、床とかをきれいにする、これ洗剤なんですけど、やっぱりデザインは非常にシンプルでオーガニックのものじゃないんだけどオーガニック感があります。他にもこんなのもありますね。まあ、とにかく世界の特に欧米のデザインというのはどんどんオーガニック風になっていっています。そういうドリンクもそうですね、ビールなんかもそうだったりとかします。でもこれ非常に優れた価格の付け方だったりとかします。自然派でなくても自然派の風にデザインしていく、ロクシタンというですね、こういうようなコスメショップ、この近くもあると思いますけれど、でもここなんかもですね、実はオーガニックの素材では何でもないんです。でも見た目が非常にオーガニックであると、この感じですね。で大手もどんどんその傾向に今ありますんで、大手のシャンプーなんかも自然派ではそんなにないんだけど、でも自然派のように見せていく、そういうような手法をどんどん取ってます。これなんでかっていうと、その方が安売りせずに済むからです。これも統計上分かってるんですね。こっちの方がなんとなく人が受け取った時に価値が高いように思えるからなんですよ。なので皆さん、次の商品のパッケージとか次のチラシとかね、いろいろ印刷物とか組まなきゃいけないことあると思いますけど、その時にどうかですね、一つの手法としてなるべくオーガニック感が感じられるようにデザインとかをまとめていく、一つアイデアとして考えていってみてください。まあ単にそっちの方がかっこいいっていう理由もあると思います。でも十分これだけでも安売りしない会社、商品、サービスになりうるということですね。なんでこのヒントの生かし方、目立つパッケージにしようとか目立つチラシにしようではないですね。自然化プラス個性的にする。僕はこれ街全体にも共通の梱包資材が用意できれば最高だなっていうふうに思っていますので、いずれこの2年間のプロジェクトの間でどこかで試してみたいなと思っています。例えば街全体で、それがリンゴでもトマトでもですね、共通の梱包資材で旭町としてのこういうような梱包があったら最高だなというふうに思いますね。なのでぜひですね、この辺も全部オーガニックなんですけど、こんなようなデザインで、やっていってみましょう。もう一つ、客単価をアップする策を用意する。これ皆さんにヒントとして今日お出ししたいなと思います。売り上げ上げるためには皆さんの会社お店がたった3つしか方法はありません。それは一体何かというと、新規顧客を増やすか、もしくはリピート率を高めるか、もしくは客単価を
あげるか、もうこの3つしかやることってないんです。このうち2つを食い止めて、そして1個に集中すれば皆さんの会社お店の売り上げは上がります。1個盛り上げていって他のがマイナスになってしまったらこれプラマイゼロになってしまいますけど、でもこのうちのどっか1つにさえ集中すれば皆さんの会社お店は必ず売り上げは上がるんです。どうでしょう、この3つあるとしたら皆さんの会社お店は一体今どれに集中するべきだと思いますか。もし会社とかお店とか関係なかったら、朝日町は町として今どれに集中したらいいと思いますか。ちょっとさっきの学友に 2,3 分お話ししてみてください。皆さんのお店もしくは会社もしくは町はどれに集中するか、ちょっと 2,3 分いきましょう。また月曜日に職場に戻ってですね、スタッフとよくよく話していただきたいと思ったんですけど、でも今の時代ってどういう時代かって考えた場合ですね、一昔前よりも一人の新しいお客様を掴むのにものすごく苦労する時代になったなっていうふうに、僕はいろんな業種業態をですね全国で見てきて思うところがあります。もちろん人口が減ってるからっていうのもあると思いますし、やっぱり購買力とかっていうのも明らかに落ちてきてるなって感じがします。で僕はですね、新規のお客様を獲得していくってこともいいんですけど、こんな時代だったらより大事になっているのが、実はリピート率を高めるとか客単価を上げるというのがですね、非常に皆さんやっぱり会社お店としてですね、まあ、いろんな業種業態あるとは思いますけど、考えるべきことなのかなというふうには思っています。なんで客単価アップ、そしてリピートしたくなるような仕掛けっていうのがやっぱりどんな業種業態でも大事になっていきます。そこで僕がお見せしたいのがメンチーズというですね、これアメリカで最も成長している飲食店の一つです。端的に言えばソフトクリーム屋さんです。まあ、ソフトクリームって言ってもね、アメリカではそれをフローズンヨーグルトっていうふうに言いますので、フローズンヨーグルト屋さんでメンチーズというつい5、6年前に生まれたブランドなんですけど、今アメリカでは多分500店舗ぐらいあると思います。たった5年で1年のうち100店舗ぐらい伸ばしてくる感じのソフトクリーム屋さんです。一体どんなことをやってるのかというとですね、これまずお店に入ったらですねカップがもらえるんです。でこのカップを持ってですねお店に入ると、毎日違う味のソフトクリームがここにいっぱいあってですね、壁中にいっぱいついてるんです。なので自分でこうやって入れながらいろんなものをミックスしながらですね回るというようなお店になってるんですね。そしてそれよりもトッピングがいっぱいあるんです。こういうチョコレートとか飴とかね、めちゃくちゃいっぱいあります。それだけじゃなくカットしたフルーツなんかもいっぱいこうやってあるんで、その組み合わせは無限大なんですね。しかも味も毎日のように変わってくるので、つまりリピート率は非常に高いんです。しかも自分で入れるから単価もどん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 アップしていくんです。これどうやって最後はですね値付けしてるかっていうと、最後重さでお金をチャージするんです。だからカップを持っていろいろ入れてって、最後レジで重さを測ってもらって、そしてお金を払っていくっていう、これタイプのお店なんですね。非常に考えてますよね。リピート率客単価をアップする一つの施策ですね。まあ、僕がやったら下手くそなんでね、こんな風にやってますけど、やっぱり美しくやる人はすごく美しくねやっています。でいろいろですね、やっぱり煽るように、いやいやそれぐらいならもっといくでしょうってですね、また煽るようにですねカップにもデザインが書いてあったりとかします。実際僕はここお客さんだけじゃなくて、僕取材にも行ってますんで、ロサンゼルスの本社にもこういうふうに行ったことあるんですけど、いやいやもうすごいですね、どんどんお店増えていくんでね、もう毎日社長はここにも増えた、ここにも増えたんですね、自分たちはこの全米制覇しているのですね、ゲームのように楽しんでいれば、今最も成長しているアメリカの飲食業です。でもね、このようにスターバックスなんかもそうですよね、日本にもあるこのコールドストーンというアイスクリーム屋さんもそうです。世の中全体やっぱりこのリピート率を高めるため、客単価を上げるためにカスタムの世界に入っていってるんです。単純にその商品を売るだけじゃなく、プラス何かオプションつけますか、どちらかというと未完成で物を売るっていう時代になっていきます。もちろん皆さんの業種業態でこれがフィットしない場合もあると思いますけど、もしも皆さんが何かしらカスタムを施せるような業種業態だったら、そうやって客単価を上げていくっていう工夫努力も一つ考えていただきたいなというふうに思います。安くていいものがいっぱいの日本ですけど、最近お気づきですか。
東京で例えばユニクロとか行ったら、ユニクロの大きなお店の隣には必ずムザワヤというボタンとかいろいろ布とか売ってるお店が小判ざめのようについてます。これは一体何かというと、安い服をここで買って、でも人と同じじゃ嫌だからボタンだけここで買って付け替えるとかっていうことになってるわけですね。これもカスタマイゼーション、カスタムの一つの事例だというふうに思います。なんで何かしらカスタムね、これを工夫として考えていく、ぜひこれも客単価アップ、もしくは新しい値決めのですね、手法というふうに捉えて考えてみてください。補足ですけど、一つとても面白いハンバーガー屋さんの例をお出ししますね。最近アメリカっていうとハンバーガーっていうとですね、結構もう大きくて1個が10ドル、まあ、つまり1000円以上するようなものがとても多いんですね。オーダーがすごく難しいんです。これぐらいのお肉でこれぐらい焼いて、そしてオニオンはソテーしたものを半分と、半分は中でみじん切りしたもの、ね、マスタードは粒色を半分で、2割ぐらいは普通のマスタード入れてもらってる男、まあ、自分でこうやって全部好みでオーダーしていかないとダメなんで、一昔前のハンバーガー店の頼み方よりもはるかに難しくなっていってですね。でもね、ニューヨークに一つそこを逆手にとった面白いお店があるんです。そこ iPad でこうやってオーダーしていくんですけど、自分がこれがベストの組み合わせだというふうに思ったらですね、自分がベストのこのいろんなトッピングを全部登録して、その商品に自分の名前を付けることができるんです。なんで町長がそこに何回か通って、もう自分のベストの組み合わせだと思ったら、鈴木スペシャルって名前を付けることができるんです。でね、銀行口座をそのお店に教えると、鈴木スペシャルが1個売れるごとに印税が入ってくるんですね。そういうような仕組み、だからこそ自分の最高の一品を作っていくっていうことをみんな躍起になってやってるんですね。なのでポイントカードなんてよくやってますけど、もうアメリカはそこを超えてポイントカードじゃない、お客様に印税を払うっていう時代になってきてるんですね。でもここまでいろんな根付けの世界って変わってきています。例えば僕が今日 BGM で流してるこの音楽、これはですね、レディオヘッドっていうイギリスのバンドのアルバムで、アルバム名を In Rainbows っていうふうに言います。これ4、5年前に出たアルバムなんですけど、皆さん CD とかで大体2500円とか3000円だとか思うでしょう。このアルバムは違うんです。ネット上で発表してお会計をするときに、いくら払ってもいいよっていうふうに言われるんです。好きな額を払っていいアルバムなんです。なんで人によっては0円っていう人もいるし、1ドルっていう人もいるし、20ドル払う人もいるし、平均最終的には6ドルぐらいが平均っていうふうに統計が出ていますけど、でも結局は黒字化していったんです。好きな額を払っていいよっていうことを Pay as you wish 方式っていうふうに言います。あなたが好きなだけ払いなさい。で、実際そういうようなカフェとかも欧米にはすごく増えてきています。コーヒーに値段がついてないんです。好きな額を置いてっていいよ。でもそういうお店の方がよっぽど黒字化が早いっていうふうに言われているぐらいですね。これ僕いろんなセミナーとかでお話しするんです。もし皆さんのお店会社が Pay as you wish 方式、つまり好きな額を払っていいよというお店会社になってたら、皆さんは今よりも高く払ってくれますか、安く払ってくれますか、それをぜひ考えてみてくださいって僕は全部セミナーでよく言いますね。皆さんが今よりも高く払ってくれるだろうっていうふうに思うんだとしたら、もしかしたら皆さんは安く値付けしすぎてるかもしれません。もし皆さんがいやいや、みんなもっとはるかに安く置いていくんだろうなっていうふうに思ったら、もしかしたら皆さんは高く値付けしすぎてるかもしれません、ね、でも Pay as you wish 一つ僕は考える上でとてもいいキーワードだというふうに思っています。伝えたいことは一体何なのか、僕はこの前半の講義で皆さんに伝えたいことはこれなんです。創意工夫で値決めをする時代っていうことです。一昔前の仕入れに2割の利益を乗せてとかっていう時代じゃないです。もう、もしくは他店が900円だからうちは820円でとかっていう時代じゃないです。値決めはもうクリエイティブの世界です。もう値決めは創意工夫で自分自身でアイデアでやっていく時代だというふうに思ってください。これが僕が伝えたかったことです。今日僕はこの本を通じて日本に脱安売りブームというのを作りました。僕のこの本に続いて脱安売り本というのは一大産業となっていっぱいこの後出てきたんですね。でも一番最初にこのいやいやいや
安く売るんじゃなく、より高く売っていく努力、工夫っていうのもやってみようよっていう提案をしたのですね、最近だったら日本では僕だというふうにいろんなメディアの方が言ってくださって、なんで僕、安売りしたい会社っていうのをいっぱい研究しました。その結果、一つ分かったことがあるんです。安売りしない会社っていうのは、そもそも会議室の会話が違うんですよ。どうしても安売りの傾向に走る従来型の会社っていうのはですね、会議室でこういうふうにしゃべりがちなんです。社長、値引きしてくれってお客さん言ってますけどとか、 A 社よりも安くすれば売れると思いますか社長とか、ここはドーンと値引きして売ってしまいましょうなんて言いがちなんですね。これ従来型の会社です。でもやっぱり地域業界でブランドって呼ばれるような会社、少しくらい値段が高くても喜んで支払ってもらえるような会社は、そもそも会議室の会話が違うんです。こういう会話をしてるんです。3割高くしても喜んで支払っていただけるためにはどうすればいいのかな、ちょっとみんなで考えようぜということでやっぱりやってます。なんで僕は安売りするかしないかって、そもそもそこの社風とか文化に関わるんだというふうに思ってます。でもね、小さな会社はやっぱりより安くってやってったらどこかで行き詰まります。だってより資本力があるところはもっと安くできますからね。朝日町は全市町村の中で言えば中小企業です。そしてその朝日町にある会社もおそらく中小企業が多いと思います。だからこそより安くではなく、高くても喜んで払ってもらうためには一体どうすればいいのか、これを考えているのが僕は一つの大きなターニングポイントになっています。なので休憩前にですね、ぜひ明日から試せる脱安売りのアイディア、ちょっとやってみたいと思うんですけど、ぜひですね、簡単です。明日からぜひ皆さんこれ試してみてください。皆さんいろんなものを売ったり、ね、サービスとしてやったりとかしていると思いますけど、単純にこれだけやればいいです、明日から。それは一体何かというと、もうヒントは出ています。ヒントは僕の4月15日のこのチラシに出ていました。僕のこの4月15日のチラシ、いろいろここにいるメンバー何人かとですね、一緒に作ったんですけど、僕必ず自分が物を売るときに気をつけていることがあります。それは一体何かというと、従来型のものと一体どう違うのかっていうことを分かりやすく箇条書きで3つないし4つ必ず書くようにしています。このチラシの場合どこにあるか、ここの部分ですね。ここの部分に従来型の講演会と違って、僕の講演会は難しい話はありません。予備知識は不要です。演出もいっぱい、テレビ番組のようです。写真がいっぱい、視覚的に楽しめます。気軽な格好で OK、 堅苦しさ一切なしということで、従来型の講演会セミナーと一体どう違うのかというのが分かりやすく4つの箇条書きで書いてあります。ぜひこれ皆さん、いろんなものを売ってると思いますけど、皆さんが売ってるもの、皆さんのお店、皆さんの会社自体は従来型の他の他社と比べてどこが違うのか、3つないし4つ分かりやすい形で書いてください。ホームページでも印刷物でも、やっぱりそれを見た人は、なるほどね、ここってこういうのが売りなのか、だったらこれぐらいの値段でも納得だなということで、安売りしなくても選ばれる会社になる可能性というのは僕は非常に高いと思います。もし僕がこれを書かなかったら、この写真はどうであれ、ああ、また講演会か、どうせつまんないんだろうな、それでスルーされる可能性ってあると思います。でも従来だとここが違うんだよって言ってあげることによって、ちょっと待ってよ、今回は違うかもしれないっていうふうに人を引き止める可能性が僕はあると思いますので、ぜひですね、従来型のものとどう違うのか、これを書く癖をつけていってください。箇条書きで常に示す、そして癖が、これだけでも皆さんのアヒントとしての伝達力っていうのははるかに磨かれると思います。たったこれだけで安売りしない努力はできますので、ぜひ皆さん、安売りする前に、値段を下げる前に、こういうような工夫を加えていってみてください。これなぜかというと、お客様は常に比較しているわけです。皆さんの会社も比較されているわけです。比較してどうかということをお客様は判断したいわけですから、ここが比較になってあげると非常にお客様は購買意思決定がしやすいです。なのでぜひですね、皆さんとのことを考えていきましょう。なのでぜひ最後、ブレイクに入る前にですね、皆さんが売っているもの、もしくはやっていること、従来型のもの、もしくは一般的なものとどこが違うのか、一つだけ隣の方に自慢してあげて、一旦トイレ休憩を10分取りたいと思います。皆さんが売ってるもの、やってること、従来型のものとはどう違いますか。改めて一つあげて隣の方に教えてあげてください。できた人からブレイクを取って、またあ53分。
分くらいに集まりましょう。できない人は このブランド作りをですね、僕と一緒に年間がっつりやってくれるメンバーというのを募ってたんですね。でとても優秀な10名のメンバーがですね集まってくださったので、ぜひ今日前で紹介してですね、送りずつ挨拶をいただきたいなと思いますので、ぜひ前の方へお願いします。皆さん拍手でお願いします。私、年長者で、36歳なんですけど、広報の担当をしております、佐久間と申します。2年間、村野さんと一緒に楽しみながら、ブランディングの仕事をしていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。こんばんは。鈴木定格と申します。今年、33になりますが、新規採用職員として今年から役場で働かせていただいております。私自身旭町にもっと自信を持って、他の人からどこ出身なの聞かれた時に自信持って旭町です、まだ来たことないのと言えるように、なりたいと思いランニングチームに、手を挙げました。皆さんと一緒に、より良い旭町作りに、力を入れていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。こんばんは。最初2年目になります農林振興課に所属しております白田淳と申します。このプロジェクトチームに、公募させていただいたのは、私自身この町にの住民として誇りを持って、今後役場職員として勤めていきたいという思いと、あとは自分には子供一人生まれたんですけども、その子供に誇れる町にしていきたい、そういった思いを持って、このチームの方に参加させていただいております。そういった誇れる、自分が誇れる町になることで、地域の方々皆さんがこの町に自信を持って、昨年に行っても生涯に行っても、誇れる町にしていきたいと思います。この2年後に、この旭町を、日本中に知らしめられるようにブランディングをしていきたいと思いますので、皆様方のご協力を仰ぎながら頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。こんばんは。私は建設水道課に所属しています須貝健太と申します。私は2年目で一番チームの中でも最年少なんですけれども、精一杯旭町のために今後頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。こんばんは。須貝浩志と申します。ブランディングチームに所属するのは2年という短い間なんですけれども、この間楽しみながらやっていって、少しでも旭町の発展に貢献できればなと思っております。これから2年間よろしくお願いいたします。こんばんは。健康福祉課に所属しております川村美穂と申します。チームメンバーで女性は、私と共演好きの須貝の2人なんですけれども、女性からの視点でも、今後旭町のブランディングを高めるために積極的に意見していきたいと思っておりますので、頑張っていきたいと思っております。皆さんどうぞよろしくお願いします。また2回目以降からですね、いろいろ受付とか運営の方で携わってくださると思いますので、ぜひ皆さんと一回改めての顔合わせという時間をちょっとご見たかったのでありがとうございました。ね、僕も非常に大好きなチームなんで、2年間一緒にクラブを共にしてですね、今日メッセージも僕各人に送ったんですけど、この2年間は人生の頑張るタイムにしていこうと、僕自身もこれ人生の頑張るタイムですから、一緒にやっていこうとこういうふうにですね、メッセージを伝えていこうと思います。
というわけで後半はですね、皆さん僕の講義を聞くというよりももっともっと話す時間が非常に長くなっていくと思いますね。ぜひちょっとやってみましょう。ちょっと電気を落としていただいてもいいですか。ありがとうございます。これもキックオフ講演の中で伝えたことではあるんですけど、スターバックスもブランドだけれどドトールもブランドであると、エルメスもブランドだけれどユニクロもブランドであるというふうに伝えました。そうですね、ブランドっていうのはちょっと値段が高いものって思われがちなんですけど、実は各価格帯にブランドっていうのはあるわけですよね。安いブランドっていうのもあるわけです。ただ小さな会社とか小さな町は安いブランドを目指すよりもやっぱり上位高を目指していかないと、さっき言ったようにですね、資本力で負けてしまう可能性が非常にあるということですね。なんで小さな会社、小さな町はブランドの過程で上位高ですね、めちゃくちゃ高くする必要ないですね。でも上位高、ね、それを目指すべきだというふうに思います。さらに安いところが出てくるから、より資本力のあるところに負けるから、そしてさっき言ったように値下げは誰でも思いつくから、価値の上げ方を学んだ方が結局は後で社会人として役立つからというところが大きな理由です。で、町自体のことを考えたら、やっぱり旭町は中小企業だからですね。後半はこんなことを聞くだけではなく、実際に考えていくっていう時間にしていきたいと思います。今日座った、さっきからずっと言葉を交わしているこのメンバーが今日の仲間です。なのでその仲間とぜひですね、一つ回答を導き出してほしいです。僕みたいにコンサルタントの立場で皆さん考えていただきたいなと思います。このある商品、今からお見せします。この商品、ちょっと残念ながらちょっと値段が高いようには見えないんですよ。皆さんの依頼はこのパッケージをどうにかしてちょい高に見せていくことです。色や文字などどう改善していったら今から見せるこの商品もうちょっと高級に見えるようになっていきますかね。商品は今日持ってきたのは山梨です。山梨の桜子、山梨の桜子これですね、実は僕これいただいたものなんですけど、山梨の、高級桜子っていう一応書いてありますね。でもまあ高級っていうと一般的に人が思い描く色ってあったりとかします。で、多くの場合はこの色じゃない可能性もあると思います。またテカテカな印刷だったりとかね、そういう部分もあったりとかしますし、僕は山梨で全部仕事もさせていただいたことあるんですけど、山梨の方はどうしても武田信玄公がですね非常に大好きなんで、必ずパッケージのデザインに武田信玄公をこうやってね持ってくる可能性っていうのも非常に高いんですけど、でもぜひですね皆さんこれをコンサルタントとしてですね、高級にもうちょっと見えるようにですね、していただきたいなと思います。コスト度外視です。色を変えるとか、文字の書き方を変えるとか、もしくは文言を変えるとか、デザインを変えるとか、いろんなアイデアあっていいと思います。10人いたら10通りの考え方がありますよね。今日、安売りしないための工夫をしていこうっていうテーマですから、安売りしないような見せ方っていうのをですね、考えていく時間を設けたかったんで、ぜひまず皆さんこれやっていきましょう。ちょっと3、4分さっきのメンバーにお話しして、皆さんだったらこれコンサルタントとしてどう変えていくかちょっとやっていきましょう。いきましょう。どうぞ。ありがとうございます。いろんな考え方あって構わないと思いますし、10人いたら10通りの考え方があっていいと思うんですけれど、やはりブランド戦略とかブランディングとかブランド作りとか、言葉は別になるんですけど、ブランドって人類学 50%、 アート 50% みたいな世界でできています。なので人がやっぱり一般的にこういう色は安売りの色だ、こういう色は高級感を感じる色だ、こういう色は暖かい色だ、こういう色は冷たい色だ、やっぱり今我々の頭の中に刷り込まれているこの心理学
このイメージを作品に使っていくっていうことも、とてもやっぱり町としての表現、会社としての表現、お店としての表現ですね、とっても大事です。やっぱりそういうことですね、ただ目立つかなとか、僕が使ってないかなではなくですね、やっぱり作品に考えていくこと、これとても重要だと思います。で、いつかの考え方ありますけど、で、皆さんにディスカッションで今いろんなの出てきたと思いますけど、まあ、大前提としてまず、安そうな色使いをしないこと、これがとても重要だと思います。やっぱり安売りをするお店とか安売りをする会社ってやっぱりネット的にこういうような色使いが多いですし、なんとなくやっぱりごちゃごちゃしてるんですよ、わーっとこうやってそれがやっぱり我々何十年も生きていて安売りのイメージです。これに対してですね、安売りしないようなお店っていうのは印刷物とか看板とか色使いに余裕があるんですよね。ドンキホーテだったらドンキホーテってなってますけど、でもこれがブルガリとかエルメスとかだったらエルメスなんですね。エルメスなんじゃないですかね。でもやっぱこの余裕、余白がその会社お店を高そうに見せているっていう心理が実はあります、色以外にも。今日皆さんにちょっと部数がそんなになかったんで、前の席だけ置きましたけど、これ僕の会社が毎月出しているニュースレターです。でもやっぱりうちの会社も全コンサルティングの会社といえば、まあ、ちょい高な方ではあると思いますので、そういった意味ではやっぱりそういう余裕とか余白とかをですね、感じられるように、なるべく文字がギュッとしてないようにですね、書いてあるのも実はこれと全く同じ理由だったりとかします。もし欲しい方いたら前の方にまだ余ってる場合があるので、ぜひお願いします。でもどっちにしても安売りはこんな感じ、安売りじゃなかったらそれなりのやり方があるということをぜひ覚えておいてください。で、今色の話もしましたけど、安売りしないような色ってもちろん黒とか、例えばグッチの紙袋なんて黒だかね、グレーだかブラウンだかよくわかんないような色じゃないですか。安売りしなさそうな色っていうのは伝統的にですね、名前がついてない色、この色を皆さんの会社とかパッケージとかの貴重色にしていくと安売りしなさそうなお店会社に見えるっていう一つの心理があります。なんでティファニーの箱なんかそうですよね。ティファニーの箱とか袋なんてやっぱり100メートル先からでもティファニーのって分かりますよね。これってありそうでないわけです。エメラルドグリーンって言えばそうだけど、でも微妙に違いますよね。アクアブルーって言ったらそうかもしれないけど、でも微妙に違いますよね。名前が付いてないんです。イタリア人これとっても得意なんですね。なんでさっき言ったようなグッチの袋、これだって黒だかグレーだかブラウンだかよく分かんないですよね。名前が付いてない。フェラーリの赤だってそうですよね。これ赤じゃないじゃないですか。厳密に言うと名前の付けようのない赤ですよね。でこういうような色使いをしていくとですね、会社お店というのはなんとなくそれだけでも、あ、この店は買い叩いちゃいけないんだっていうふうに思ったりとかするもんなんで、好きだから社長が好きだからこの色で決めちゃダメですね。これね、忍び学を見せてですね、こう思われたいからこの服を着るっていうのが僕はブランディングがとても重要だと思います。好きだからこの服を着るんじゃなく、こう思われたいからこの服を着る、相手塾、社会塾で物事を考えている。特に色とか文字の詰まり方とか印刷物の余裕とか、これと安売りと安売りしない、これをぜひ皆さん駆使して考えていただきたいです。あともう一つ、なんとなくみんなが好きな色っていうのもあります。あ、いいねこの色っていう色って結構大体みんな似たり寄ったりだと思います。いつか例をお出ししたいんですけど、今日僕が持ってきた例これです。これ最近アメリカにできたプロスポーツチームの色です。アナハイムマイティダックスっていう、これアメリカのプロホッケーチームの色です。これシアトルマリナーズ、皆さんご存知シアトルマリナーズの色です。シアトルマリナーズ一郎入る前までは実は青と黄色と白が貴重だったんです。そこから新しく刷新してデザインをこの色基調にしたんですね。最近のことです。これシャーロット・ホーネッツっていうアメリカのプロバスケットボールチームです。そしてこれフロリダ・マーリンズという比較的新しいメジャーリーグのチームです。ここ20年ぐらいでできたチームはみんなこの色を基調としてるんです。これなぜか、アメリカ人2億5000万統計取るとアメリカ人が最も好きな色ってこの色だから。なんで社長が好きだからとか、社長がこの出身校だからとかっていうので、プロスポーツチームの色って決めがちだったりとか、日本の場合は強いですけどアメリカは違います。
徹底的にみんながなんとなく好きな色を選び、 T シャツが1枚でも多く売れるようにしていくっていう選択をアメリカ人はするんですね。この色にしとけば野球に興味がない人でも、ホッケーが興味がない人でもなんとなく好きっていうことでファンになってくれたり、物を買ってくれたりとかします。そこを狙ってるんですね。なのでぜひですね、名前がついてない色と同時に、このぜひなんとなくみんなが好きっていう色、これを基調色に選ぶというのもですね、物を一つでも多く売っていく、ね、一つの作戦だというふうに思います。でいくつかの考え方、ね、ありますけど、まあ大前提としてですね、この答え出たグループあるかどうか分かりませんけど、僕はもう大前提として自分で高級って言わないとですね、これはもう十分だというふうに、ね、思います。自分で高級って言ったらね、高級っぽくないけどね。もう一つやりましょう。もう一つ、今度は色とか文字とかじゃなく価値を上げるっていうことです。価値を上げるっていうことです。この地域でアイスコーヒーは1杯平均400円だとします。半径 3km 以内のお店全部400円だとします。我々は新しいコーヒーショップを開きます。ここよりも安いという発想じゃなく、これからはもうちょっと値段を上げていくという方向でいきたいと思います。つまり新しいお店ができるんだったら、 A っていうお店が400円だったら、じゃあ360円にしよう。これは従来型の考え方ですよね。いや、そうじゃない。あえてより高く500円で勝負していきたい。でもそれでも価値あるね、ありがたいね、嬉しいね、喜びとか感動とかが生まれるようにしていきたいです。どんなアイディアでお客様に価格以上に喜んでいただきましょうか。コスト度外視です。カップ、出し方、つけるもの、雰囲気、スタッフの格好、何でもいいです。10人いたら10通りの考え方あってもいいと思います。安売りしないために、価格を下げずに価値を上げるために、どんなアイデアが皆さんありますか。これ今日の最後の問題です。ぜひこれこそ価格を下げずに価値を上げるということだと思いますので、ぜひ皆さんちょっとさっきのメンバーで考えてみてください。これね、答えが見つからなかったりとか、自分が話したくなかったりですね、作戦があるんです。僕がどうぞって言った瞬間にですね、隣の方にどうですか先に聞くことですね。喋らないのは自分がそれだったので、ぜひその作戦でいきましょう。じゃあ行きましょう。どうぞ。いやー参ったな、もっと安くしようよじゃなく、いや値段高くても喜んでもらえるときにはどうすればいいのか考えようよって、やっぱこれぐらい笑いながら話し合っていったら、必ず僕糸口見つかっていくと思いますね。特にやっぱりそこのグループね、もう車さんになってね、最高ですね、ありがとうございますね。でもそんな風にしていったら、僕はですね、必ず回答を見つかっていくと思います。なので安売りの方向に行くんじゃなく、より高くても喜んで払っていただくためにはどうすればいいのか、この調子で朝日町全体考えていったら、もう必ず糸口見つかっていくと思いますので、ぜひこの調子でいきましょう。いつかの考え方お見せしますね。これ僕がもし皆さんのグループに入っていたら、僕はこういう発言をするだろうなっていうものです。これを会議室の会話風でいくんだとしたら、つまり僕が一社員だとしたら、社長である皆さんに僕はこういう提案をすると思いますね。社長、カッパーのカップで出しましょうと、こういうことで、やっぱりこういうようなカップで出す方が、まあ、より普通のカップで出すよりもアイスコーヒーの場合は非常に今高級感もあって特別なものっていう感じがしますし、これがボロボロになればなるほどまた味が出たりとかしてね、すごく良かったりとかします。もちろん最初は高いですよ、イニシャルコストは。でもそれでより多くの利益が取れるんだとしたら、回収も早いかもしれません。でもこれが差別化っていうことですよね。圧倒的な差別化を図ること、これがブランド戦略です。なので他がやってないことを全部やる、これがとても重要ですね。もし僕が皆さんのグループに加わってたら、こういう話もするでしょうね。社長、1.5 杯分をデカンタで出しましょうよ。つまりカップと一緒にこれを出して、お客様で自分でついでもらうようにしている。それが1杯だけで終わるんじゃなく 1.5 杯分まで。でもその 1.5 杯分のこのコストなんて大したことないです。でもお客様はこの自分で入れるという楽しみと、それで長居ができるという楽しみ、そしてデカンタに入っている方がなんか特別に作られたような感じがしますよね。なので 1.5 杯分をデカンタで出す、これで僕は500円で勝負できると思います。
もし僕が皆さんのグループに入ったらこういう話をするんですよね。クリームの出し方に工夫しましょうよと。500円のコーヒー、アイスコーヒーだけこれで見たら嫌ですよね。それはアスクリームでしょ、ね、味ですよね。いや違う、ミルクを一個一個ちゃんとやっぱりきれいな容器に入れて、そしてその容器の周りに分かんないけど氷とかを買って置いて、それを器に入れてこうやって出したりとかしたら、そのクリームだけでも十分価値があるような感じしますよね。間違ってもより高い方向に行こうって言ってるのに、いつもながらの家庭でも見るようなこれやっぱり出しちゃダメですよね。もし僕が皆さんのグループに入ったらこういう話もするでしょうね。社長、せめて業務用パックは貸しましょうよ。これ嫌ですよね。会社で、ね、お店でそこそこの値段取ってるのに厨房を見たら全部業務用のが見えるってね、それ写してるだけでしょみたいな。なんで500円でコーヒー売りたかったらせめてこれ使っててもいいけど隠してくださいね。そういうところ重要ですね。もう一つ他にも、例えば氷をコーヒーにしましょうよ。氷自体をコーヒーにして、そして溶けても味が薄まらないようにする。そんなの別にいいじゃないですか。前の日のコーヒーを氷にすればいいだけでしょうね。そんなアイデアで500円取れるんだったら、それで高級感を感じてくれるんだったら、僕は絶対やるべきだと思いますね。他にも例えばクッキーとかもアイスコーヒーと一緒に出すんじゃなく、後でこのカゴに入れてお客様のところに見計らって持って行って小皿にこうやって取って、この一つの行為があるだけで十分高級感を感じてくれるでしょうね。それを同時に持ってっちゃったらダメです。そういうカードは後で切った方がいいですね。だって後でこうやってタイミングを見計らって、タイミングを見計らって水を出すお店はあると思います。でもクッキーだって値段変わらないですよ。水一杯ってそんな変わらないですよね。そのクッキーをしかもそれをトングで取るんです。ちゃんとトングでね、そういう風にやってった方がいいですね。それが手作りだったら最高ですね。それからもっと簡単なこと、徹底的に顧客の顔と名前を覚えましょう。いつものでいいですか、いつもブラックですよね、クリームいらないですよ、そういうふうに覚えられてるだけでも十分にそこに行こうかなって思われます。ちょちょ、今度安いコーヒーがあるんでぜひドトールお勧めしますって僕言わないですよ絶対。僕もし町長お勧めするんだったら、やっぱり名前を覚えててくれてる、ちゃんと僕の大切なお客様をもてなしてくれるとこに値段高くてもやっぱり行きます。やっぱり覚えられてるってことは最高の価値ですよね。なんでこんなようなことが普通にいいと思います。でもこういうことが要は価格を下げる価値を上げるということです。会議室の会話、何か商品とかサービスを値切りをしていく時の会話、徹底的に今から皆さん変えていってください。そして従来のことはどう違うのか、ね、先ほど前半にお話ししましたけど、これもぜひ癖化して表現していくということをやっていってください。最後にこの言葉で終わっていきたいと思います。100-1=0、これがビジネスの世界です。皆さんが例えば飲食店を経営しています。お客様すごく喜んでくれた、食事も楽しんでくれた、応対もすごく良かった、でも最後お会計するときにちょっとトラブった、そのクーポン使いませんみたいな話になって、でお客様ここでちょっとごねた、お客様にとってはマイナス1です。じゃあこのマイナス1を経験したお客様はドアの向こうに出たときに99の満足度で出るかって違いますよね。そのマイナス1があることによってお客様の楽しかった時間とか全部ゼロになります。なのでビジネスの世界ではマイナス1をやったらそれはゼロになるんですよね。99にはならないですね。99になるんだったら楽です、ビジネス。そうならないからビジネスって難しいわけですね。 100-1=0、ね、なんで僕はですね、ぜひ会計時、支払い時、もしくは皆さんが請求書を出すとき、こういうときに気持ちがいいこと、相手だ、これ徹底して考えてくださいって話をよくします。これ一つの大きな価値なんです。終盤戦に価値を持ってくる、終盤戦にいい思い出を持ってくるってことは僕とっても重要だと思います。なんで全国の経営者の僕はこの話をよくします。会計時とか請求時とかそういう時は本当に気をつけてください。その時にトラブルほどほどつまんないことないですよと。逆に言っちゃえば価格が高くても支払い時とかに気持ちよければ気持ちよくお客様は支払うことができるんです。そういうことを心理学を駆使して考えてください。アキンドとして終盤戦に喜びや感動の演出を考える、ぜひ明日から試していただきたいこと、これなんです。僕、お店のお世話とかするときに、必ずそのお店のスタッフのオリジナルのお釣りのトレイっていうのを作るんですよ。これ実際、僕がお世話している新宿のお店にいるスタッフです。そのスタッフの子がレジに入るときに必ず使うこのトレイです。これで会計時に
やると一体どういうことが起こるのか、お釣りを取ってるお客様が、え、これ君みたいな話が、あ、そうなんですとかっていうと、これ会話が生まれ、絆が生まれ、またリピートしてくださり、今後が多少値段が高くてもその気持ちいい会話で気持ちよく帰れるという世界ですね。スタッフ一人一人に僕作ってますから、他のスタッフは他のスタッフでこうやって持ってます。サンキュー、 See you tomorrow。 明日来るわけないじゃないですか、ね、明日来るわけないけどいいんですね。そういうところでいい具合に突っ込まれたらないっすよねみたいな話で、そこで仲良くなれるんで、会計時に僕は盛り上がりを持ってくるっていうのはこういうことです。なんで、いやー難しい、価格を下げずに価値を上げる、そんなことできないよってもし思われるんだとしたら、せめて支払い費とか会計時をぜひ皆さんもう一回チェックしてですね、気持ちよく相手が払えるような施策を明日から組んでいってみてください。これ僕がお世話している栃木県の足利市にあるスポーツ用品店ですけど、やっぱここのスタッフもみんな持ってるんですよ、こうやって。他にもさっきの1個前のお店、ここはですね、会員カードも用意してるんですけど、会員カードも色が選べるようになってるんですよね。赤と青、別にどっちもどうです、どっちも買わないですよ、どっちも買わないけど、会員カード作りますか、作りますって言った時にどっちがいいですかとかって色を用意するんですね。こんなの別にコストは変わらないんですよ。会員カードとかポイントカードっていうと、どうしても1種類しか出さないのが多いんですけど、でもこれ、選べるんですかって、そこで最後盛り上がったらそれでいいじゃないですか、コストかかんないんだったらそれやるべきだと思いますので、そんなことでも構わない。もしくはネットビジネス、この中で e コマースやられてる方もいらっしゃるかもしれませんけど、 e コマースなんかで最後クリックしてクリックしてクリックして支払いをするときもですね、最後例えば今の気分はどうですかって言ってですね、このような感じで最悪とか嬉しいとか普通とかね、そういうのを押すだけでもだいぶ何かをクリックする前に気分で収まります。例えば何かクレームを言ってやろうと思って皆さんの会社のホームページに行ってわーって書いても、最後今の気分はどうですかってこういうふうに言われたら、あれ自分なんで怒ってたんだっけな、そういうふうに思ったりとかします。これだけでも怒りが十分収まります。見てください、だって今の気分はってこれマストになってるんですよ。これ押さないとね、目が遅れてるようになってるんですよ、ね、でもこういうふうにするだけでも終わりは盛り上がるところです。終わり良ければ全て良しですね。なんでぜひアピールとして終わりの演出考えてください。なんで宿題です、これ大学ですから宿題もあります。宿題ぜひ皆さん、会計時、請求時、何かを物を送る送付時、もしくは皆さんの仕事の終盤戦にくすっと笑える何かを盛り込む、もしくはそんなセールストーク、接客をルール化する、これをぜひ皆さん宿題にしていきましょう。なんでぜひ皆さん次回僕と会う時に、いやあの講義聞いてこんな笑いを入れてみましたとか、こんなユニークなことを最後お会計時に入れてみました、何でもいいんで、これ安売りしない施策の一つとして皆さん宿題として考えていってください。ホームページでもいいです、チラシでもいいです、もしくは皆さんお店やられてるとしたらポップでもいいですね。くすっと笑えるは僕は安売りしないポップの話が出たんでちょっと補足したいと思いますけど、よく皆さんポップもスタッフおすすめとか店長おすすめとかって書きがちですけど、でもこれじゃ僕キャッチコピーに力ないと思います。だって他のお店もみんなこれがおすすめってこういうふうに言ってる中、皆さんのお店がこういうふうに同じように書いてもあまり意味ないと思うんですね。もっともっと例えばそれがドレッシングとかふりかけのようなものを皆さんが売ってるんだとしたら、こういう書き方あります。9割のスタッフは昼食にかけています、もしくは社員が友人にプレゼントするものナンバーワンですこれとかっていうのがよっぽど信憑性があって、それいいものに違いないお客様は思うと思います。なんで何が言いたいかというと、ぜひブランドとは圧倒的な差別化のことです。いちいちこのポップの文言を一つとっても他のお店と違うことがとっても大事です。なんでぜひ面倒くさがらずにこういうようなおすすめの文言を一つもですね、クリエイティブに皆さん考えていっていただきたいです。僕が知っているあるコーヒー豆を売っているお店のお話をしますね。ここは非常にポップがクリエイティブなことで知られているお店なんです。コーヒー豆とかここに売られてるんですけど、スタッフおすすめとか店長おすすめなんて一言も書いてありません。このお店なんて書いてあるのか、例えばここにコーヒー豆がある、ポップにはこう書いてあるんですね、佐藤浩二って書いてある何のことだ、さっぱりわからない、ね、さっぱりわからないけれど、そこで会話が生まれるんです。このコーヒー何なんですかとか、
もしくは僕嫌いだけど奥さん好きだから買っていくわとかっつって、結局そこで会話が生まれたら日本人は優しいから買ってくるんですよ。つまり絆ができればいいんです。それでポップってそういうものじゃないですか。そこはやっぱり店長をおすすめと今売れてますだけではやっぱりダメだと思うんです。だって他もそういう風にやってるんだもん。なんでぜひですね、皆さん安売りしないためにも購買意思決定を一歩押すためにもですね、こんなことを考えていただきたいなと思います。宿題もです。町の図書館にブランド本コーナーが今こういうふうにできてですね、たくさんの方が借りてくださっています。なのでぜひですね、どの本でもいいと思いますので、このブランド戦略を僕がここで教えてたり時間というのは非常に短い時間ですから、それ以外の時間を埋めるためにですね、ぜひこのブランド本コーナー活用してください。でもう一つ補足なんですけど、明日から試せる脱安売りのアイデアとして、今日もっと高度な話が聞きたかったっていう方のために、ちょっと高度な話も一個だけしておきます。フロントエンド戦略っていう戦略があります。フロント、前から後ろまで、前から後ろまでを考える戦略ということで、フロントエンド戦略っていうふうに言われます。フロントというのは一体何かというと、お客様が私たちを一番最初に知る機会です。例えば朝日町のことを知るきっかけが桃色うさぎの場合ってすごくあると思いますね。そうするとうさぎは朝日町においてのフロント商品とかフロントサービスっていうことになると思います。お客様との最初の接点、もしくはもうちょっと踏み込んでやる、お客様が最初に買ってくださる、つまり安価なもの、大体お客様って安価なものから手出してますね。とりあえず今日これ買っていくわみたいな感じ、それをフロントって言います。フロント商品とかフロントサービスって言います。そしてその後リピートしてくださって、リピートしてくださって、リピートしてくださって、我々リピートして最後ここまでお付き合いいただきたいっていう高価な、より高価な売り物って大抵の会社ってあったりとかします。それをエンド商品って言います。売り手がここまでお付き合いいただきたいと願うところ、売り手が最終的に買っていただきたいと願う高額な商品のこと、それをエンドというふうに言います。なのでフロントからエンドまで顧客はどういうふうに我々と一生付き合っていくんだろうということを考えるのがフロントエンド戦略です。その真ん中もあります、ミドルというのは、これお客様がフロントの次に手を出すもの、このアンカムよりももうちょっと値段が高いものだったりもしますね。で当然フロントの時点でお客様が満足しなかったらミドルには絶対行きません。なのでこのフロントエンド戦略を組む上では各段階で満足度を最高に上げていくっていうのがとても大事だと思うんですね。それを僕はよく各クライアントで書くんです。こんなような感じでもうノートとかホワイトボードに書きまくるんです。どこで我々のことを知ってくださって、最初に何を買っていただきたくて、次に何を買っていただきたくて、最終的にはどこまでお付き合いいただきたいのか、これ僕多分遅かれ早かれ朝日町全体にも考えています。人は朝日町をどこで知って、最初にどこで何を買って、その後どうやってどうやってどうやって最後自然界に泊まるのかなっていうことをやっぱり考えていると思います。フロントからミドル、エンド、そしてもっと言っちゃうと最終的にファンが募るようなところですね、ファンクラブのようなところということでバックエンドというのを作ります。つまり一体どういうことかというと、毎日水を汲みに行くのではなく初めから水路を作るっていう発想です。これがやっぱり腕のいい経営者とそうじゃない経営者が差だったりとかします。腕のいい経営者というのは初めからこういうことを考えてるんですね。つまりどういうことかというと、1回の売上ではなく一生の売上っていうことを考えます。先ほど言ったように新しいお客様を掴んでいくのが非常に難しい時代になっています。これからますます、だから1人のお客様を 100%、120% 満足いただいて、そして生涯いくら買ってくださるかなっていう発想をしていくっていうのも、僕は一つ経営者としてこれから日本人に考えていかなきゃいけないことだっていうことです。1回の売り上げではなく一生の売り上げを意識すること、つまり商品を横並びにしないことです。商品をどうしてもブワーって横並びにしちゃう会社ってとても多いです。そうじゃない、顧客の成長に合わせた形で提案をしていくっていうことができたら最高ですね。でも各ステージで大満足させることがとても重要です。そしてこのフロントエンド戦略、僕全寮の方の前でしかお話ししません。今日来てる学生の皆さんは全寮の方だというふうに僕は思ってますので、この話を初回ですけどしています。これなぜかというと悪にも使える戦略だからです。でも絶対これ悪に使っちゃいけないです。スターウォーズと同じですね。フォースを善に使うのか悪に使うのかね、大きな分かれ道ですけど、ぜひこれは善に使っていただきたいと思います。つまりリピートしやすい仕組み作りをしていくっていうことですね。
で、これ非常に利点があってですね、理論値が割り出しやすくなってくるんです。なるほど、1000人ぐらいの人が知ってくれると100人ぐらいの人が買ってくれるんだな、100人ぐらいの人が大体その次に10人ぐらい買ってくれるんだな、次の商品を。こういうような理論値が出ると、自分の会社これぐらい売り上げたいって考えてるときに、大体何人ぐらいの人にお知らせをすればいいのかっていう、この逆算ができてくるんですね。この理論値が割り出しやすくなるっていうのが、フロントエンド戦略の非常にいい利点の一つだったりします。うわすげえこと考えてるもんだなと思うかもしれないですか。でも世の中って全部そうやってできてるんです。自動車メーカーなんかどこにそうですかね。自動車メーカーっていうのは必ずエントリーモデルって言われる、免許取ったら一番最初に買う車っていうのが大抵あるわけですよね。例えばそれが日産の場合だったらマーチとか T とか Q とか、軽自動車もありますけど、軽自動車はまたちょっと別カテゴリーなんで、ここは考えてください。でも最初にマーチを買ったら車検が切れる頃に、やっぱりですね、成長に合わせて日産のセールスマンは我々により高い商品を勧めてきます。例えばミニバンとか、例えばまだ結婚しなさそうだったらこういうような SUV とかスポーツカーで、いいねって言ってこの車に乗ったらですね、また車検が切れる頃に次の車勧めてきます。もうちょっと高いやつ、プレジデントとかフーガとかシーマとか。でこの時点でもう大体50歳60歳ぐらいですね、子供も育ち上がりましたからね、こういうような車も必要なくなった。そしたらアメリカのセールスマンが来るんですね。今度どうするかというと、意外なことにここで今度フェアレディの文化を進めてくるんですね。そうするとこれ一体どうなるかというとですね、お母さん子供もう就職したし憧れだったフェアレディに乗ろうかってですね、この母さんと一緒にですね、若い頃憧れてたこのフェアレディに乗るんですね。でその頃で今度孫ができるんですよ。今度また日産のセールスマン何持ってくるかというと、今度ね日産のミニカー持ってくるんですよ。お孫さんに、お孫さんにこのミニカー持ってる、日産車のミニカー持ってるんですよ。日産車のこのミニカー持ってきたら、この日産というロゴマークが刷り込まれて、またこの子が16歳、18歳で免許取る頃には、いいな、日産なんで、でもこのように1回やると一生で売り上げるっていうことは、どこの会社だってやってるんです。でも別にこれ日産が悪いわけでも何でもない。各ステージでその顧客を 120% 満足させるんだとしたら、障害顧客としてその顧客が喜んでそこにいるわけですから、これ悪でも何でもないですね。日産のように全員にこのフロントエンド戦略を使っていけばそれでいいわけですよね。1回じゃなく一生の売り上げで考えるということです。このミニカーの話が出たんでね、ちょっとお話ししたいと思いますけど、アメリカなんてめちゃくちゃそういうミニカーに各ブランドっていうのは力を入れてるんです。例えば農機具のジョンディアーっていうこのブランドがありますけど、お父さんが農作業をやってる横で全くそれと同じデザインのこれぐらいの子供が乗れるものをやっぱり買い与えられるようにするんですね。そうするとこの子供がやっぱり実際に農家に入っていく時にはですね、親父が使ってたジョンディアーってことで、ね、こういうふうになってくるんです。ボッシュなんかもそうですよね。親父が日曜大学やってる横で全く同じデザインの精巧なこういうものを用意するんです。他にも全部そうですね、そういうふうにできてるんですね、でもそういうふうにやってブランドを刷り込んでいくっていう、まあ、これ次世代に向けたブランディングって、まあ、僕はあんまり賛成しないですけれど、こういうふうに企業の戦略っていうのはできています。もう一つ最後の最後です。明日から試せる脱安売りのアイデアということで、皆さんが売ってる商品サービスいろいろあると思いますけど、真の購買意思決定者って一体誰ですか。皆さんが直接売り込んでいるその人が僕購買意思決定者とは限らないと思います。ここを考えないと実は情報の受発信ってうまくいかないんですね。例えば宅配ピザ、僕が関わっているところでですね、韓流ブームの始まりの頃って一体どうしたかというとですね、こういうことをやったんですよ。宅配ピザの顧客っていうのは大体子供がいる世代です。お母さん今日ピザ食べたいっていうのは子供の方なんです。でも子供にとってはピザーラだろうがピザハットだろうがドミノピザだろうが別に何でもいいんですよね。ピザが食べたいってやつなんです。実際電話してオーダーするのはお母さんです。つまり購買意思決定は子供じゃなくお母さんにあるんです。そこでピザーラは考えたんです。どうやったらピザハットでもなくドミノでもなくピザーラを選んでいただけるのかな、彼は考えたんです。そうだ、当時お母様方が熱狂していた4様のグッズを作ればいいかって、ね、そういうことですね。子供にとって便利は全く関係ないですね。ピザを食べたいって。でもお母様はそこで、ああ、ベヨンジュンのもらえるんだったらピザーラにしよう、ね、こういうふうにやってるわけです。なんで、一切の安売りをしなくても済んだという例です。
何が言いたいかというと、購買意思決定者は誰なのかということをしっかり考えた上でのこれ戦略です。なので安売りしないっていう施策を今日いろいろ挙げましたけど、真の購買意思決定者を見誤ると皆さんの戦略というのはうまくいきません。なのでぜひこのことを考えてみてください。ホームデポという DIY で急成長のアメリカの会社があります。なんで急成長したか、見てる通りこれ DIY のショップなんですけど、奥様の方から行きましょうよって言われる施策をいっぱいやったんです。店の中でこうやってセミナールームを設けてですね、奥様でも分かるようなペインキの塗り方とか、奥様でも分かるような釘の打ち方とか、そういうような講座をいっぱいやったんですね。でなるべく清潔感あふれて通路を広くしたんです。そしたら日曜大工のお店っていうのは大抵お父さんの方が「おい行くぞついてこい」みたいな話になるんですけど、ここは違うんです。奥様の方から行きましょうよあなた、それで急成長していったんです。日曜日の行動っていうのは大体奥様が握ってるんです。それをちゃんと見極めたこれ戦略です。そんなことを僕なんとなくいつも考えてるんで、これキックオフのミーティングの時にもここでお話ししましたけど、僕日本初野球少年の母親に向けた野球用品店っていうのを愛知県に作りましたけど、これもそうですね、子供は野球やってるけど、でも子供はですね何欲しいかってあまり分かんないです。購買意思決定っていうのは